感覚素晴らしい。はいはい、いや、そこ好き、俺も分かる。いける。そうそう。ここまで。今日は映画好き3人と映画を見に行く Vlog です。おはようございます。信号から映してたじゃないですか。ずっと思ったの、思いのほうが全然青にならなくて、ちょっともうネタがつきて細部でしたね。はい、今日も頑張りましょう。はい、新宿はマジで、ライブ会場多いんで、ちょっと美味しいとこめっちゃ好きなんですよ。とんかつ屋とか行きたいですね。あるんですよ、西口に。挨拶が遅いな、おい。厳しい挨拶。いや、ちょっと、まあ、上下関係はっきりさせないと。え、まず顔見たらおはようございますでしょ。上下関係で言っていいんですか。いや、そうよ。下…下じゃん。聞いた今の。最悪なんですけど。そんなカメラ意識しなくていいですか。あのね、むずさじゃ、むずいのよ。 Vlog でしょ。 Vlog 風でしょ。俺なんか、こっから映されてたの。反対側からちょうど来たから、うん、普通にめっちゃ手とか振ったりしたら、あ、そういうのいらないんです。ちょ、慣れてないし、オンオフがあるタイプの人ですから。はい、マイナスプロモーション。だから、その厳しいよね、その自然と回ってるとは。わからない、概念がね、概念がわかんないから。同じ白 T でちょっと赤基調みたいなので、ちょっと、あ、確かに。差し色で赤が入ってて、ちょっとコーデ、コーデ感ありますね。はい、確かに。でも、最近、やっぱ僕ら…もう漫才みたいになってんだよ。これが良くないんですか。あ、ちょっと待って、嘘でしょ。あ、え、うわ、白 T だ。白 T だ。え、白 T だ。ホープって書いてある。ホープって書いてある。希望。いや、ちょっと分かんなくなる。いや、ラムちゃん分かんなくなってる。何が。いや、今その白 T コーデだねみたいな、ちょっと話して、原田さんもそうだし。本当だ。ラムちゃんどうかなって言ったら白 T で、怖っ。ちょっと揃っちゃったね。ホープだよ。恥ずかしいね。で、今日はイメージとしては映画好きと映画見に行く Vlog みたいなイメージです。だからそのガチガチになんかこう番組っぽくやるっていうよりは、普通にナチュラルに映画見に行くっていうイメージです。わかりました。はい、じゃあ新田さんと僕こう手つないでこうみたいなのもある。おい、みんなで繋ごうよ。3人でこう、アスみたいな。ちょっと待って、この2人もうカメラ意識してるんですけど。やーべー、ずっと意識してたよ。マジやべえんだけど。この感じがもうカメラの自然体、自然体。カメラ前の人だよ。だからいつも通りカメラに背を向けてもいいってことだ。おい、むちゃくちゃ下手じゃねえかよ。ないものむちゃくちゃ下手じゃねえかない。ふざけんなよ。よじゃないんだよ。料理に突っ込まない。今日何見ますか。一応あれです、チケットも買ってないです、ぶっちゃけ。ああ、そうなの。じゃあ自由でいいんだ。いや、ちょっと待って、もう予定にないみたいなことしてもいい。俺だからさ、ちょっと思ったんだけど、今日もうグルメでいいんじゃないかな。え、もう映画…じゃあなんか見ます。いや、見ようよ。この子はじゃあ組みたい。ああ、それこそ昨日、ね、見たいよな。昨日あれ見たのよ、ブレッドトレイン。はいはいはい、一昨日か。
見ちゃったブレトレ、ね、面白かったよね。うん、あんまりだった。いや、なんか、かあれだ、うん、あのみんなが言うほどかなとか思って。あ、まあ、みんなそんな絶賛してんの。なんか割と私のそれはなんか、うん、なんか想像の範囲内だった。ああてか、ね、うん、まあでも想像の範囲内より面白くしてたけど、なんか引っかかるところが多すぎてちょっとダメだったな。でもオチはお後がよろしいようでみたいな感じだった。うん、もう水のとこが好きだ。あ、いいね。うん、でも時間帯的にはこの子は邪悪が近い。今が、10時15分確か。10時40分だよ。お、いいね。でもさ、これでも2人は見た。見てない。お、え、見た。見てない。しかもほら、俺期待値ベストに入れてるし、ね、あ、そうだそうだ。2位かなんかに。2位。2位で。でもこれマジで40分だからまだ時間あるから、うん、そのベローチェで一旦カフェも。いやマジでさ、カツカツで生きてるんだね。だって言うてないよ時間。え、ない。でもスタバもありますか。あ、スタバもある。あ、席も空いてる。そんなカツカツで行くの。いや、てか腹減ったな。ラーメン来いよ。あー、ラーメンありだね。そこに経過ラーメンって熊本ラーメン今口からやってる。経過ラーメン間に合うんじゃない。もういい、ラムと映画見よう。ラムと映画見ようね。いやいや、行こうよ。ラムと映画見よう。三個一じゃん。何これ。三個一じゃん。ワードこんなグダグダな Vlog 見たことない。いいね、Vlog ってこんな感じでしょ。でも本当にちょっと小腹空いてるわ。あ、全然いいですけど、いいすよ、間に合うんだったら。だってあと22分あります。まあでもポップコーンとドリンクは買うじゃん。うん、だ3だ、あと12分ぐらいでちょっと済ませましょう。あー、いや、いけるな。手からも行く。よかったね、Vlog で。これがなんか、もしデート行ったらみたいな動画だったら最悪だよ。なんで、あと22分あるからラーメン行こうみたいな、そんな。いや、K からも行けるよね。行ける行ける行ける。行こうじゃん、もうこんな言ってる間にあれだから。大将にね、せかして。本当に行くんだね。本当にそっち。え、ランチはいいんすか。うん、ランチでいいじゃん。ああ、そっか。朝ごはんポップコーンでよくない。でも、食べれる。食べれる。それはなんか、必死にボケようとしてますね。してないです。ガチで言ってんの。いや、いい、そ、いや、そんなか、その、そんな感じならもう行こうって。お、なんか、喧嘩だよ。そんな感じならいいよ。喧嘩だよ、急に。じゃあ、ロビーにちょっと早めでもいいからさ、で、チラシとか見よう。うわ、き、もう、幸先悪いな。今日は、早く。今日は。チケット買おう、早く。ちょっと、キレ悪いよ。あれは、なん、どうしたの。ラーメン食べたかったの。あ、これはボケだ。完璧だよ、ラーメンチケット買ってるから。あれはボケです。あれはボケですか、言うな。何にします。ご鑑賞日をお選びください。ご覧になる作品をお選びください。これですね。 PG12 なんだ。12歳未満ダメだ。ラムちゃん11歳だ。ギリギリ 見れない。ご覧になりたい。合わせてくれてるし。乗ってくれてるし。いや、ラム行かなかったから。お着物のどこがいいですか。あ、これどう、ね、よくあるよ。真ん中が埋まるなんだよね、最近でも。まあ、それは足伸ばせるからってこと。いや、前に人がいないという。じゃあ C の真ん中にしますか。いいの、いいの。いいよ。13、14、15。押します。はい、はい、これいいね。はい、すごいね、ど真ん中の人いるんだ。ねえ。やっぱ真ん中から埋まってくんだよな。決定。画面の指示に従い。海外の人なの。あー、出た、海外で。あ、ありがとうございます。はい、え、どういう曲だ。なんか行きましょう、うん、行ってきます。いや、アメリカンかもね。そう、アメリカンか。なんか後ろから覗くんでない。そうそう、後ろから覗くんで。ヘイ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 みたいな。とか、こっち来いよみたいなこと言って。相当だね。そうで、靴のまんま前の席のに抜けたとか。すごいね。あともうずっとあのその3人がバラバラのタイミングでずっとスマホいじんの。へぇ、だからそのためにピッカピッカピッカってなるし。それぐらい国が違うんですよ、このそこだけ箇所がね。そう、違う。めっちゃ喋るし。で、私がこうポップコーンをね、あのほらホルダーに入れるじゃん。したらね、ちょっとずつ捨てて、ちょっとずつやるようにこうやってやってくの。なんで邪魔なんじゃん。あ、そういうことか。いや、そこは慎重なんだ。そこ大胆です。ちょっとやればいいですか。なんか当たっちゃいましたみたいな感じの手の動きで。何そこは地味に言ってこないんだ。そう、めちゃくちゃ多い。あ、樽だよ。樽さん、樽。ワンピース、樽だよ、ほら。
好きじゃん。ちょっとみんな全体的に近づこう。全体的に近づこう。これ写真中でこう、あ、写真撮れるやつ。あ、撮れるよ。これあれでしょ、ルフィが入ってましたみたいな樽みたいなことじゃないの。そういうわけじゃないでしょ。一貫の。一貫の。懐かしいな。樽でそんなテンション上がる？樽でそんなテンション上がります？マジで。釣れないな。いやいや、なんか無理してない。いや、樽普通の。いや無理してんのはあんこさんでしょ。そうです。なんで、いや、樽のテンション、ワンピース、このデカさとさ、ワンピースの樽だよ。いや、じゃあいいよ、俺とラムちゃんだけでしょ。おかしいな。いかん、いかん。田中真由美さんがサプライズ、あ、それのそれだってよ。すごいじゃん。田中さんが入ってたんだ。田中さんが出てきたテンション上がるでしょ。そのタレだよ。いや、わかんないの。見ただけじゃわかんない。田中さんのタレじゃ。どうするみんな。ホット…混じっちゃった今。ホットドッグ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 セット。ホットドッグセットで。はい。こちらドリンクこちらですね。メロンソーダの氷なしで。氷なしで、はい。あ、じゃあ、ポップコーンセットの塩で。はい、ドリンクお願いします。あ、コーヒーあります。あ、ホットコーヒー、アイスコーヒー、アイスコーヒーで、アイスコーヒーで、はい。トイレ大丈夫ですか。大丈夫です。あと、同じく塩ポップコーンセットで、はい、ペプシで。ペプシで、はい。ペプシがあんのよ。ペプシの、そう、以上ですか。以上で、以上で、かしこまりました。はい、お値段2500円でございます。なんて書いてあるのこれ。ダメージコントロール。ダメージコントロール。どういう意味ですか。俺も意味わかんないんだけど。そんな言葉出てきたっけ。いや、出てきてない。言ってんのかも。サメレル・ジャクソンとか言ってる。ダメージコントロール。言ってそう。一旦は最初まで戻した。流し見できないよね。できない。集中してみてくれ。どういうこと？どういうこと？これ、え？向かい合わせにして？え？待って、え？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 あれ？マルチバースどうなっちゃうのこれ？おポップコーン、ポップコーンにね、はい、うん、プラス50円でバターかけたんだけど、うんうん、死ぬほど胸焼けした。イエーイ。いや、イエーイじゃないのよ、胸焼けは。そうなのよ。そうなのよ。じゃあ、ごめんごめん。じゃあ、そうなのよ。ちょっと、じゃあ、ごめんね。ちょっとエレベーター降りそうだったから、ごめん、ちょっと集中しなかった。聞いてなかったの。聞いてなかった、ごめん。エスカレーター。エスカレーター。はい、そういうことです。これはね、エスカレーターっていうの。だって、2人とも2回うんこしてたもんね。ゼリーなんだけど。俺はいいけど、ラムちゃんいいのかそれ。で、二人、二回も上映前と上映後ね。そう。してたから。例えば見て、見終わりました。邪悪だったね。邪悪だったね。邪悪だったな。誕生日おめでとうみたいな時の動画とかも、マッチしてくる。すごい。で、一回なんかあの舞台挨拶でめっちゃ暗すぎて、司会者に暗いですよみたいなこと言う。どんな司会者だったの？マジで言われてるぐらい暗い。それもいいんだよな。今回ワンピースがめっちゃ変わり映えしてた。はいはいはい。サラちゃんの。サラちゃんの。あの衣装ね。ああ、はい、レッド思い浮かべちゃった。衣装ね、わかるよ。あれ、かわいかったね。うん。いや、俺、サラちゃん恋しちゃったかも。お。今日 DM 送ろうかな。一回釣り合わないよ。ちょっと待ってくれ。シンプルにストレートだった。胸焼けすごいや。胸焼けの話ずっとしてるな。映画の話じゃなくて。ポップコーンのね。胸焼けしちゃったよ。邪悪な映画だったね。邪悪だった。邪悪じゃない。邪悪だったよ。邪悪だった。邪悪ではあるんじゃない。そ、お前かいって思ったけど、邪悪はお前かいって、ね、はい、お前かいっていうね。まあタイトルがね、ピリッと効いた、うん、わかる。ご飯行きます。行きたい。あれでしょうね、今日のメインですよね。だからあのVlog イコールご飯ってわけじゃないから。ちょっと違うよ。あんま分かってないんじゃん。だって Vlog の V の V はバーガーでしょ。バーガーは B だよ。行こっか。やばいね。そっか、 B か。ずっと V と思ってた。なんで V だと思った。バーガーね。じゃあいいよ、間違えた。バーガー、ハンバーガー。英語無心ね、英語無心。やばい。めっちゃお腹鳴ったよね。言うなって。すごい鳴ってた。聞こえなかった。聞こえなかっ
結構さ、あの結構静かだったね。スリラー映画だったじゃん、うん、緊迫感のとこにギューってなったから、うそ、すんごい恥ずかしかった。体感的には12秒ぐらいなってた感じした。長いよ。めっちゃなったよ。60秒だよ。長いよ。さすがに怒るよ、俺60秒。トイレ行ってきなよって。俺もできない。そうそうそう、そう気になってならない。気になっちゃう。わかんない、なんだ。あ、ローズ・エブ・ザ・リング。あ、本当だ。あれ、ドラマなんだよ。ドラマ、ドラマ。え、ドラマなんだ。やるんだ。そう、やるんだ。しかも、あれ行きたいんだよな。ロード・オブ・ザ・リングのさ、うん、IMAX 上映やるんだよね。あ、リバイバルで。そう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 。それ、シネマンションで行けないかな。あ、確かに。確かに。なんか、一回も見たことないから。え、本当、うん、あ、じゃあ見ようよ。あとさ、アバターもね、今月。アバターもやる。あ、やるね。やりますから。もう内容忘れたよ。俺も覚えてないわ。綺麗っていう記憶しかない。あとなんか、エッジが独特だったなって。エッジシーンがある。え、そんなあったっけ。あるのほら、つなぐね。あるんだ。あるのよ、つなぐシーンがあるの。いやだってあの当時映画館で見に行ったけど、中学生とか高校生だった気がする。あなるほどね。そっか、もうそんな中学生かな。そんな朝決めました。え、皆さん決まりました。決まりました、ね、決めた。何したんですか。僕はね、デミグラスソースハンバーグ。マコさんは。僕はマルゲリータまで言う。ラミちゃんはこれです。明太クリームソース。ハルさん、これオプションありっすか。オプションつけてください。いやらしいの。嘘つけてさ。みんなドリンクバーついてるって。え、嘘。やった。マジで最高じゃん。じゃあ俺ミートソースにしよう。はい、ラパミートソースの。ミートソースかなって思った。俺も。ハルタさんっぽい。お肉入ってるじゃん。そう、ミートが入ってる。ミートが入ってる。色も好きそう。だとしたら先に言えよ。いや、言うと原田さんの話を変えちゃうから。そうそうそう。天の邪気だから。お待たせしました。お伺いいたします。マルゲリータ一つと、ハンバーグデミグラスソース一つと。ご飯を大盛りにしてもらえますか。はい、デミグラスのハンバーグライスが大盛りですね。はい。あ、はい。アサリと小柱の明太クリームソース。はい。小柱って何。あ、貝柱みたいな。貝柱。はい。で、あと濃厚デミグラス仕立てのミートソース。はい、普通盛りでよろしいですか。はい、大丈夫です。この子はじゃあ、サラダ？後ろから。あ、いいですか。はい。うん？なんかつけるの？うん。じゃあ、すいません、ミニレアチーズケーキ。はい。あ、俺もそれ、あ、それ二つを。ダムちゃん大丈夫？大丈夫よろしいでしょうか。大丈夫です。はい。お席立つ際はマスクの着けお願いいたします。はい、困りました。ドリンクは入り口の方にございます。はい。行こうぜ。でも誰か荷物番しなきゃ。あ、俺見ときますよ。ありがとうございます。ハルちゃん、ありがとうな。それも俺の飲み物。何飲みたい？確かに、コーラ。ウーロン茶。ムロン茶。ムロン茶。甘がでみます。美味しそう。美味しそう。はい。あ、すみません、こっちです。すみません。はい。失礼いたします。ありがとうございます。ハンバーグが押してるから。やっぱり。はい。ハンバーグ食いそう。やっぱ。合法ですか？合法かな。栽培してるやつじゃないかな。食べていいよ。食べていいよ。いやいや、みんな待つよ。食べてください。いやいや、そう、皆さん待つよ。なんでお前が食べるんだよ。ふざけんなよ、ふざけんなよ、取んなよ、葉っぱ取んなよ、おい、食うなよ、葉っぱ、全然、一気に違うね、めちゃくちゃ地味じゃない、これ、葉っぱないだけで、不安になってくるわ、あ、美味しい葉っぱ、なんで葉っぱが美味しいんだよ、いいよ、葉っぱ、いいよ、葉っぱ、もうないんだよ、おすすめしてくれても、本当、もったいないね、いきます、モルヘリータ、あ、はい、はい、うわあ、見てください。なあ、これ何？マルゲ。食べていいよ、先。いい？あ、でも僕いい大学生の時に。いい。食べんのかよ。ロートしてる。食べんなよ。いやでも切らして。僕、お前葉っぱ飛んなって。葉っぱ飛んなって。葉っぱだけ。葉っぱないよ、ね。葉っぱ大好きよ。しかも、おいやめろって。これマルゲの命だぞ、この葉っぱ。うまいね。ね。なよマジで。マルゲの命。マルゲの命だろ。さあ処方3枚しかない。そうだよ、最悪だよ。俺このバジル好きなんだから。ふざけんなよ。あと、うん、お惣菜のバイトやってたんで。あ、葉っぱに詳しいってこと？違うよ。
切り方がうまい。あ、下手だよ。あんま乗せない指を。手洗ったんか。消毒しましたちゃんと。大丈夫。ペタペタ触るのペタ。やめろ。あんこさん潔癖だからね。そういうの一番嫌だ。コツあるんですか切る？ね、10時にしてまた10時にする。みんなそうだろう。それは。これが一番わかるだろう、それしかも10時じゃなくて10時。10時。10 o'clock。10時だとこうだよ。めっちゃむずいよ。はい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 。V の字みたいな。10時にして10時に切る。うるさいうるさい。確かに10時か。そう、コツは10時です。もう一回やるんですか？そう、いや、ちょっと結構切れてないよ。これちょっと買ったのかな。一人でピザ俺食べれないかも。なんで？みんなでつまむだったらわかるけど、うん、何でもみんな言うな。いや起きない起きるね。起きる100枚食う。ミュータントタートルズじゃん。カワバンガー誰がだよ。誰がカワバンガーだよね。カワバンガー誰だよ。ノリツッコミだったの。ちょっと間違えた。いやでもほらもう葉っぱがないから。ここら辺マジこれ葉っぱないね。芋乗っけたら。芋いる？じゃあちょっと一個乗っけてみていい？いいよ。ちょっと。もうここまで来たらね。お、いいじゃん。いや浮いてるね。ピザーラ。めちゃくちゃ浮いてる。ピザーラの感じ。いやめちゃくちゃ浮いてるだろ。立ってるもん。ピザ。ちょ向きが悪いのかな。美味しいんじゃない？うん美味しい。あでも美味しい。食べてみたいね。じゃあ大丈夫。なんとなくわかるから。怖っ。美味しそうね。手洗ってる。今行ったら大丈夫。ああ最悪だ。もう手洗いたかったの。いや別に行ってもいい。絶対食えよ。横振りじゃないから。絶対食えよ。絶対食えよ。絶対食えよは食わないから。逆大笑いだ。絶対食えよ。絶対食えよ。食わない。あでも本当食べられるから嫌だ。いや食べないよさすがに。食べない。来たよ。明太クリームのお客様です。はい。ミートソースですね。はい。注文する際ボタンでお知らせください。はい。ピザ1枚ってお腹いっぱいになる。満足度高い。どんだけピザ1枚に対して。俺パッと来ないんだよね。一人で飯食うときに。本当？ピザを丸々食わないですね。え、なんでだろう。絶対シェア。だから、パスタ頼んでピザ頼んで、半分半分。みんなでね。シェア食べる。アイズチアイズチなんだけどピザハットとかあるね。ピザアラとか、うん、そういうの、だあのランチメニューあるの知ってる。ピザ1枚とポテト、うん、あちょっとちっちゃいうん、うん、それは人いたんでしょ。あんまそのランチで食べないかも、うん、あ、うん、その選択肢がないかも。なんだ全然喋ってない。残念だって終わり。なんか続きそうだったけど。いやまあまあまあ。なんだでもさとかなんか。なんもピザトーク思いつかなかった。どう。もう何言っても俺ダメじゃん。終わり。そんなことはないよ。まだいろんな手あったと思うし。何も負けるじゃん。かわいそう。本当は。さじじゃ同じタイミングで飲む。合コンの必殺技じゃん。相手と同じ行動をする。行動したらなんか。ミラーリング効果。ミラーリング効果らしいよ。どうしたらタイミングおかしいじゃん。飲んでああならわかるけど、飲んで喋ってから。余韻どういうこと？余韻なんでいいんだよ。どういうことなんですか？歯の出し方どういうのいつでも。歯の出し方。歯の出し方いつでも。何飲んだよ。あんまいないと思う。遅れてくるタイプの。早く食えよ。何て頼んだんだよ、そのパスタを。ピザ頼んだけどよかった。言ったじゃん、ずっとあの伏線張ってたじゃん。ポップコーンで芋だれしましたって。お腹いっぱいだったの。ずっと行こうよ。え、本当に食べない？え、本当に食べないなら俺もらうよ。あ、本当ですか？マジで？映画の話、一個も出てこない。キングオブコント映画。だから戻ってきたら聞いてみてください。はい。今日の映画どうでした？はい。これは
どうでした今日の映画どうでした今日の映画、うん、え、違う、え、今日見た、3人で見た映画どうでした今ナチュラルに聞いてくれたのそうあタイミングがちょっとそう、あの難かった本当は、いやどうでした現在進行形でね、処理していこうかなって現在進行形全部を処理していこうかなちょこちょこ、ね、同時にねはいえ、これは、まず、え、これはあげるあ、食べていいんだえ、ずっとさ気になっていますって言ってたじゃん。あ、そうだね。期待じゃなかった。その期待度的には答えてくれたの。僕はあのほらスターやクリエイターズプログラム、はい、出てたねオープニングっていうその枠、うん、で前あの去年か、うん、あの哀愁シンデレラを上半期の、うん、あのベストに、うん、ベストっていうかなんかなんかに入れてたじゃん。うん、でその枠のつもりで見に行ってるじゃん。うん、でそれで言うとね哀愁シンデレラの方が好き。それは分かるわ、ま、っていうのがまあまあ初見第一印象というか、うん、って感じで、うん、なんだろうねでもなんかそのあの音楽の気持ち悪さとかさあるねなんかふぬけたギターみたいな、うん、ポロポロいう感じとかめちゃくちゃ良かったし良かったんだけどなんだろうなんか前半がこうなんかこうなんていうのかな嘘臭く進むじゃん、うん明らかに、うん、その家族設定も怪しいし、うんまあ、明らかにおかしいっていうのがおかしいじゃん変な家族です、ねうん、でなんか家もなんであんな豪邸なのかなとかさ、はいはいはい、であまりにも嘘くさすぎる感じが前半強いから結構強い、ね、後半全部ひっくり返ってくるのかなってちょっと思っちゃったかもそうそうそうあの結果より上回っちゃったラムの、うん、あの想像の、ね、そうそうそうなるねとんでもないこと起きんじゃんこれなんか事故とか言ってるけど、うん、本当はこれもなくてそうそうとかねもっと深い幅広で考察しちゃってたから、うんあうん、案外ストレートなんだね、はい、期待通りのというか、うん、なんか意外とからくりが早めにわかるじゃん、うん、だから後半どう持たせるんだろうぐらいのさ、うん、もう結構あの疑ってたことが正しかったみたいな展開になるから、うん、なんかそこからこうひねってくんのかなって思ったらなんかそうでもなかったから、うんそこがちょっとああそっかって感じではありましたね。なるほどね。言うとね、ネタバレになっちゃうんですけど、うん、ってめっちゃ笑っちゃいました。いや3人とも笑っちゃった。あれはね、おいって思った。おいおいおいって思った。だからすごいゲットアウトとアス好きなんだなって思った。いや俺もねそれ思ったのよ。ウサギいっぱい出てきてるしね。うんで入れ替えるとか、うん、あとまあそのめっちゃアスだったストーリー展開的にもまあちょっと長め上行く感じもちょっとジョーダンピールっぽいのみたいなね、うんまあ、まあ長め上行くっていうかそのなんていうかなまあなんかねちょっとぶっ飛び怖いというか、うん、そういう展開なんだ展開なんだみたいなある意味ね、うん、そうね、うん、確かにあんこさんどうだったの、うん、でもねその不穏な空気っていうのが本当にラストいっぱいまでずっと続くじゃん結構、うん、まあラストからも続くんだけどあれはまあスリラー好きとしてはもうちょっとたまんない感じがして、うんうん、もう明らかにこのもう何だろうもうこの家族おかしいなとか、うん、で分かっその理由も分かってたらさいやーいいですねちょっとネジの外れ具合がっていう、うん、っていう、さんそういい感じでねちょっとやりすぎ感っていうのは僕結構好きだった、うん、逆にちょっとゾワッとしたしあと妹がさ仮面かぶってる、うん、その理由が昔の事故でちょっとやけどを負ってるからちょっと見せれないみたいな、うん、その時もその娘さんが明らかに犬神家みたいなマスクしてたの真っ白で、ねうん、ラファエルみたいなね、うん、YouTuber の、うん、分かるで、あ、まあ、そこも違和感あったけどその妹さんの部屋の映ったシーンにその娘さんのマスクのラインナップがバーって飾ってた壁にね、うんどんなチョイスだよ、ずっと思ってで結局それに落ち着くんかいの普通のマスクからあのバリエーションいらなかった、うん、なんか大体全部グロいしね、顔がなんかただれたやつとかあって、ね、粘土で作ったようなやつ、うん、いや、まだいいマスクなかった年相の子にとは思ってね、でも誕生日の時だけね、賑やかな、うん、ここにちょっとね、あのハートのシールつけてる、ね、そうそうそうあれでいいのにね、前でも明らかにその作り込まれてる違和感みたいなっていうのは逆に分かりやすすぎてちょっと楽しかったね、うん、なんか日本にあんまないよねこのこのこの感じのジャンルの映画ね、うんうん、それは楽しみだね確かに、はい、本当にジョーダンピールっぽいの分かったよねすげえ感じちゃったなジョーダンピールの会話がもっとアルバムみたいなはいはいそうだねって感じだった、うん、なんかラムちゃんは
私は別に悪くない、悪くもなく、うん、めっちゃ良かったかって言われると別にそんな絶賛ってほどでもないけど、見れる、全然見れるって感じ。なんかツタヤって言われたら、あ、そのクオリティかなっていう、はいはいはい、その範疇で、そうそうそう、なって感じね。そうだからやりたいこともやって、うんうん、そんなあの何大規模なお話でもなくて、はいはい、規模的にも小さいしね、ミニマムでね、いい感じの、だからちょうどいい、うん、なんか最近の映画の箸休みになるなっていう。でもなんかあれだよね、僕もあんま詳しくないけど、ツタヤのプログラムピクチャー、ツタヤの、うん、クリエイターズプロジェクトプログラムみたいな、プログラムかっていうのをこれからなんかいっぱい作ってほしいなって思ったり、ね、なんか作家性は出てる、そう、ね、作品が多いな、4、5本ぐらい出てんだよね、確かに。あ、そうなんだ、これいいの、高橋一生と長澤まさみの、そう、記憶のあったり、あったあったあった、ベッドのね、そうそう、なんかこれやってる、あ、ちなみにこれ高橋一生のね、うん、長澤まさみ、ふーんじゃない、これ顔にもね、これでも お洋服がお揃いじゃなかったら見れたんですけど、確かになんかお揃いだから一緒だもんね、気持ちいい、多様性だなって思いますあとあれすげえあれだった、うんうん、やっぱそういう感じめちゃくちゃだった、なんかよかった、これもそうだし、見た、あ、見た、うん、めっちゃだからあれだよね、そのそうだよ、そう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 、でこう動きもこうだし、うん、確かに確かに、あれなんだね、何話男子の子なんだね、あ、なんだっけ、なんとか流星くん、あ、出てた、ね、男の子、なんお多いし流星なんだっけ、ね、なんかね、そう、なんか最近ジャニーズさんうまいね、演技ジャニーズさんね、ジャニーズさんうまいですよ、事務所と話してる、うん、事務所同士の、ね、ジャニーさんうまいよ、本当になんかだからさ、なんか正直映画でアイドル出てるとさ、うわ出たいって思うけど、うんうん、なんか最近ちゃんとハマってる、しっかり、ね、しっかりやってるから、PG12 かなかね、そうそうそう、だから別に思わなくなってきた、それこそあのラブコメ系は、はいはい、あーってなるけど、客層がね、そういう人に向けてるからね、全然相性いいんだろうなって感じだけど、うんうんうん、こういうのも出るもんね、ちゃんと出てるし、うんうん、なるほどね、確かにすっごい気になったこと一個だけ言っていい、うん、とある人物が、うん、あ、俺一緒かも、上からこう、粉殴りにするじゃん、はいはいはい、で、めっちゃ血出んのよ、あ、水絶対そこだ、で、そこまでは攻めてるって思うのっていいと思うのね、そのツタヤの作家性のその優先みたいな、結構ゴア描写というかグロいさ、怖い、で、音とかもボンボンでも、一滴も返り血を浴びてないやめなさいよ、あと、まあ、とある方がとあることをその前にされたじゃん、うん、そん時の傷もねえな、一応あって傷後ろ傷っていうか、襟についてたけど、その前ついてなくなかった、ついてない、全然血出てないじゃん、あ、そうだね、出血してなかったね、もうそっからちょっと、いや、なんかこれはさ、まだこう出血してないのかなとか思うじゃん、おうおう、で俺が気にしてるのはやっぱその暴力描写をやるって血が飛んでんのに一滴もついてなくて、その後手洗ったら綺麗になってるじゃん、うん、なんだけどその後その人が刺された時にはちゃんと血出るっていうの、これだから本当その事務所さんの線引きなんだなっていうかさ、要するにその人を殴ってた返り血は NG だけど、自分がやられた時の血は OK みたいなことでしょ、え、ただ単に甘かっただけじゃないの、それは制作なんか撮影するにあたって、だって、うん、聞いてみね、本人に、そうそう、多分あの友達年一で会うからね、年一で会うから、なんでなんで、俺仕事してるから、その玉木さんのその誕生日のイベントでMC ご一緒するから、変な MC やってんの、変な仕事をしてる、そう、裏でね、え、闇ですか、闇じゃないわ闇でやれるか、玉木さんの闇芸能人同士の闇、いやでもあれ変じゃない、まあ、違和感はね、俺事務所だなって思っちゃった、正直、だって、うん、こうやってこの血は飛ぶ見えてんだよ、うん、俺はね、すごい避けてると思う、あ、避けてると思う、あ、そういう、あ、それか、うん、俺らが
実はそう、帰り地浴びてんだけど浴びてないっていう3人ずつかけられてたの。そうね食いつけるかだってかけられてないもんね、冷静言わないで。でもめっちゃ気になるんだよ、いや気になる気になる、すっごい気になるよね。こうやってこう上がって手がバッて上がった時も全くついてないから、手洗った後も超綺麗に、なんかあれ何なんだろうと思っちゃった。だからね、そういうところ気にしちゃうとね、あのこの間ね、あの伊能さんがね、うん、あのグリーンバレットの、うん、伊能正幸さん、そう、伊能さんがツイッターでつぶやいてたのが、うん、なんかそのジョンウィック見てる時に、なんかジョンウィックが、うん、そのまだ撃ってもない時にトリガーに指かけてたみたいな、あ、はいはいはい、危ないのにね、そうそう、そういうとこ見ちゃうみたいなつって、だからね、一個気になり始めるとさ、そうそういう部分、確かに、しかもなんかその大事なとこじゃん、この作品って、うんうん、そうね、割と結構キーな、ここが12歳未満ダメにしてるっていう、そうだね、キーな、だから私甘いだけだと思うね、え、そんな事務所 NG だったら作品自体無理じゃない、そうそう、いや俺感じちゃったけどね、いや俺そのあれの現場の監督の人はその普通に多分返り地とかここに着く地についてぐらいは考えると思う、うん、まあ、あれぐらい攻めてる話をやってるからね、しかも作品の手数字で言うと、まあ、そういう作品が好きそうな方々だと思う、だだだだだ、ここまでやってここにつかないって思う、だから結構いいよ、玉木さんに LINE 交換したんですよ、 LINE は交換してないの、あ、してないしてない、でも交換する、俺マジで聞こうと思う、聞きなよマジで聞くと思う、いやそれぐらいちょっと気になっちゃった、そこ線引きすごい大事じゃん、うん、そこやるとやらないで全然違う、チープに見えるでしょ、やっぱそのなんだろうね、リアリティと信憑性とかね、うん、あってそこで違う、あだから返り血を浴びたら年齢上がるとか、あワンチャンありそうじゃない、それで浴びなかったんですか、そう、ワンチャンありそうじゃない、うん、単純にその時だけ監督がコロナかかっちゃって助監が撮影してそこまで助監が撮って監督アートチェックして、もうこれ帰り着いてねえじゃないか、ふざけんなよっつって、いやもう撮り直しできないですよすいませんっつってそのパターンも、え、でもアニメはそうじゃん、帰り地がダメって、帰り地ダメじゃん、あそうなんだ、主人公が血に濡れるのダメじゃん、あのそのあれによりますよ、放送時間、主人公のブランディングみたいなのもあったりするけどね、そうか、ハケアニメでありましたよ ね、そのなんか例えばなんかあったラスト変えるだけでアニメグッズも、そう、売れ行きが変わるって、そのキャラ像だけで変わるから、うん、主人公がどういう姿になっていくかで、全然違う、グッズの売れ行きが変わるっていう、アニメは特にそう、ワンチャンもしかしたら年齢制限かもしれない、うん、だから自分の血は大丈夫、うん、しょうがないじゃないですか、だからだとしたら超もったいない話だよね、まあ確かにね、うん、だって R15 にしちゃってやっちゃった方が、うん、でもそ帰り地だけで R15 って結構でかくない、もったいないってことだよね、だったら、まあ、客がバッと、だからそうなるとジャニーズファンが見れなくなる、そうなんだよね、その流星君やっぱ同世代らへんの子が多いだろうね、うん、で玉木さんのファンもいらっしゃるだろうし、いやめっちゃ損させてるなと思っちゃったな、PG12 とか R15 とか R18 のその細かい線引きチェックリストみたいなのあるんですかね、表現の、うん、めっちゃ気になるよね、で返り地があったら R15 になるとか、でもそれで R15 になる感じもしないから、なんかミスな感じしますけど、単純にミスの気、ミスもしくは、うん、そういうの気になっちゃうな、やっぱり気になっちゃうね、ドラマならね気になるんだけどね、あなんか一回シネマーションのゲストさんで AD の方絶対出ないよあでもあれじゃない、やっぱ主演って言って稲見沙羅ちゃん、うん、沙羅ちゃんねの演技というか、うん、存在感っていうのがすごい、顔がいい、いいよね、あのね口がいいんだよね、そう口めっちゃ好き、私大きい口の人すごい好きだから、ね、いいで目も広いから、そう目もちょっとねなんかいい感じ、なんかウィンナーみたいなもう言ってない失礼いたします、スタートですね、チーズケーキを送ったってです、うちもお揃いでよろしいですか、はい、あーすいません、ケーキ好きそうってこいつお前だろどうせって思われた俺のですよハンバーグとケーキはお前店員もこついてきたの
尖ってるから腹立つ。火つけない。あ、葉っぱ粒取る。あらくっそ、すごい。ミント2枚もいく？うだよね。ミント2枚きつい。あれバターとちょっとメイクするよ。あの、俺、奥さん好きだったな。奥さん、ね、あ、お目目大きいよね。うん、あの子、他何？なんか見たことあるよ、ラム。誰だろう、あれ。CM かなんかかな。結構ね、見る。もしかしたら、あの、水の人かな。あのお酒の水だ、ね、あの人すごい綺麗じゃん。はいはい、水だ水。すごいこの人綺麗だなって思ってた。水だそう。俺水だそう。俺水だそう。水だ水。水だそうマジで。ダイソンみたいなの。水だそう。俺水だそう。水だそうこれ。桜井由紀さん。なんか言っとったよ。35歳ですよ。ためよ。あ、あんこちゃんため。やっぱ綺麗だねこの人。この人だ。あ、ほら。あ、俺この人可愛いって思ってたもんだから。うんうん、そうですよね、超美人。あとなんかすごいエロい、なんかね色気あるね。すごいエロかった。早くのそんな急いで食べるもん。いや、うまい。ピザも食ってなかったんだよ。足りなかったんでしょ結局。ピザ一枚じゃ。だからやっぱ違います、違います、足りないんだよ。違うし、汚い口が悪い。早く食え。うん、ちょっと俺味わいたいから。味もわかんねえくせにたしなむな。あ、少年出てる。ちょっと待てー。少年俺見てないけど、少年出てた。あ、俺もどう？あ、出てたかな。もう結構、超結構ラブコーしてたから。少年出るかな。俺見てないんだよ。俺見てない。出てたわ、出てた出てた。ただ本当に私公演本当に苦手だからね。そうだよね、本当に苦手この映画。好きだったなこの人。フォローしよう。え、ドラマとかに出てるイメージある。あ、桜井さん。桜井由紀。俺の方が先にフォローする。いや俺、いや俺、うわ Wi-Fi、微弱 Wi-Fi 入ってる。俺フォローして勝ち。うわツイッター開いちゃった。スタッフだ。スタッフ。スタッフツイッター。ツイッターやってないんだじゃあ。ご本人は。なるべくないのにそういうことやったしさ、こう鼻をかっ。それよりも人種の方です。ああ、そうね。でも今回あれちょっとの映画ビジネスだからみたいな。うん、だよね、ノックは。そう、でもあそこの作り手のね。でも、でも本当にしてもマジであんなでっけえやつが襲ってくるってマジぶち上がるな。うん。だからモンパニだよ、モンパニだよ。建物が赤く染まるシーンめっちゃ好き。はいはい、いやそこ好き、俺もわかる。ゲル吐くみたいな。そうそう。囲まれてね。汚いよね、あそこ。汚い。臭そうって思って、ね。あと次の日ちゃんと家にシミがついてるのいいんだよ。そうそうそう。リアルだね、あの赤いシミ。赤シミのね。あれ、レーザーIMAX見たんだけどめちゃくちゃ良かった。いやいや、なんかね、俺それ。いや、IMAX ミスったんだよ、俺も。俺もミスったの、ケチっちゃった。取れなかったの。あ、そうなんだ。うん、なんかあの見上げてさ、よくみんなが見上げる映画じゃん、うん、レーザーイマックスの高さがちょうどいい。あ、なるほどね。この壁のような高さが俺らもこう映画見ながら どこだろうって見ちゃう感じ、はい、うん、あとあれね、ベストだ。 Nope 演者さん Nope 私ね、ゲット、うん、いやマジなんかでもあれだって、ジョーダン・ピールがなんで Nope にしたかっていうと、なんかこの映画どうだ、あ、最近映画見たって聞かれて、ノープって答えて、なんでだからっていう会話でね、会話になるように冗談みたいな。そう、なんか現代違った、現代最初違ったらしいもんね、タイトル。なんだっけ、なんだっけ、グリーン、そう、なんか忘れちゃったけど、なんとかっていう携帯だったかな。呼び寄せるとき、俺は主役だ、俺は主役だって言い聞かせたから、ちょっとほら子役自体どっちかって言ったら、あのなんか端っこ、ね、そう、端っこでちょっと、うんうん、なんか今ほら要はステレオタイプのアジア人のいじり方されてたから、うん、 その逆襲もあったかもね、もしかしたら。だ、本当人種差別、なんだろう、あと生き物差別。そうそうだね、うん、サーカスのね。だから本当アメリカンジョークだよね、なんか社会ブラックにも程があるけど、向こうらしい、ちょっと重いよな、重い。シャマランっぽいんだけど、シャマランの方がまだライトに見える。そうなのよ。
あの、な、サムラはちょっとね、なわけあるかいとか言えるしね、うん、し、なんかあの、家族っていいよねみたいなおじいちゃん、うん、絶対家族は入れて、うん、で、君は世界に必要だよみたいなことなんだけど、うん、冗談ピールはやっぱね、どんどん重くなってくるね。だって最終的に簡単に言うと黒人ってすごいよね。まあまあ、それもあるしね、だしお前たち見せ物にしてきたよな、はい、復讐、復讐映画ばっかキャンディマンがすごい。そうだ、キャンディマンは強かったよ。キャンディマン脚本がピールなんだけど、はい、もう露骨だよね、もう怒りがすごい。キャンディマンは一番露骨だった、まあ、でもむしろその方が気持ちいいかも、なんかその、うん、なんかその伝えたいことがはっきりはしてるから、そう全員ぶち殺すみたいな話だからじゃあなんかストレート映画界のサツマカは RPG さん。あ、そう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 マジでそう、カツラカなんじゃん。いきます、3、2。映画友達ラムです。ラムズキュン。で俺ポスター、俺これ持ってんだけど、うん、ポスターはリバベにいないの、これはね。あ、そうなんだ。俺この表紙結構好きだな。ね、いいね。うん、ね、じゃじゃん、ここだけで飾れる。パソコンのデスクトップにしたい。あ、いいね。うん、外したら、うわー、かっこいいね。